반주. 実子のアトリエ。秋。午後から白夜。実子。それなのに実子、ハサミで新聞紙を変質的に細かく切片のように切り刻みながら秋の扇ね、秋の扇ね、泣かなくてもいいのよ。いつか吉雄さんがきっとあなたを迎えに来るから。今日も私駅で待っていたの。そう、私の体の中はチクチクする松葉でいっぱいね。人間って待ったり待たせたりして生きていくものじゃない。世の中にあなた以上に綺麗な人がいると思えない。みんな窓をたくさん開けすぎるのよ、風通しを良くしようと思って。その挙句何もかもなくしてしまうんだわ。待っていたおかげで世の中の美しいものがみんなあなたに備わってしまったのよ。どこかの女がある朝お父を亡くす。旅に出たら私あなたを熱心に助けてあの人を探してあげるわ。汽車に乗れば若い男という男に話しかけて吉雄さんかどうか確かめてあげるわ。いや、これ何。実子の止める暇もなく走り寄って手のひらにすくい取る。私さえ動かなければ動いているあの人がきっといつか私に会うんだわ。動かない王様と動く王様が会うんだわ。いたらどうするの。あなたのことを知らないんだわ。ねえ花子さん、聞き分けのないこと言わないでお願いだから。私疲れた。あの人の夕顔の花を描いた鬼です。どこで拾っていらしたんでしょうね。そうおっしゃるだろうと思いました。芸者の間にあの人の噂が出ました。ある夏東京から来た若いお客とあの人とが会ってから、男はまた来ると言い寄って、印に扇を取り替えて帰ったんです。それから1年半、あなたのお世話になったというわけですね。まるでご自分のものを預けたようなそんな言い方をなさらないでしょうか。そうして、俺ならもし仮に僕がまたあの人を不幸にするためにここへ来たのだとしたら。あの人の不幸は美しくて完全無欠です。私以外の何かを心から愛している人を私の虜にすること。あの扇だ。寝室の扉を開き花子が現れ、開いた雪の扇を胸に抱えている第4番花子、吉雄、実子。世界中の男の顔は死んでいて、吉雄さんのお顔だけは生きていたの。あなたは違うの。あなたのお顔は死んでいるんだもの。吉雄突然去る。第5番。ねえ実子さん、どうしても旅へ出なければいけない。いいえ、もう出なくてよくなったのよ。私は何も待たない。私は待つ。こうして今日も日が暮れるのね。素晴らしい人生。素晴らしい人生。